様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、日本の家紋について取り上げていきます。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。家紋。古くより、自らの家系、血統、地位、家柄などを表すために用いられた家紋は、日本固有の文化といえ、日本だけでも241種、5116文以上あると言われています。刀や甲冑などの武具に好んで用いられており、昔から家紋は人々の生活に息づいていました。最古に発見された文様は、奈良時代に調度品の装飾として描かれたものです。それが今に伝えられる家紋としての役割を担ったのはいつからなのでしょうか。家紋の歴史。平安時代後期、源氏、平氏、藤原氏、立花氏といった強力な氏族が権力を持っていたこの時代に名字が出来上がりました。地方に移り住んだ分家が他の同じ氏族と区別するため、土地の名前などを自分の家名としたのです。それと同時期に生まれたのが家紋です。公家の間で流行し、様々な家紋が生み出されていきます。牛車に施されたその紋を見ることで、公家から一般庶民にまで、家紋は広く知られることとなりました。しかし、この時代の家紋は、今に伝わる家紋の役割、つまり、貴族の証明としての意味合いではありませんでした。家の独自性を示す固有の目印、つまり、名字を表す紋章としての役割を持っていたのです。それが変化していく契機となったのは、平安時代末期から激化した、源平の合戦です。本格的な合戦が増えた鎌倉時代には、武士にとっては、武勲を上げる最大のチャンスでした。戦場での自分の働きを証明したい。名を残すことにより、自己顕示欲を満たしたい。そのような思いから、それぞれ紋章を作り出し、万幕や登り旗、馬印や刀の鞘など、あらゆるものにあしらったのです。また、家紋を入れた軍旗を掲げることで、敵味方を区別しやすくできるという効果もありました。源氏が白旗、平氏が赤旗を戦場で掲げたのも、その認識を高めるためです。武家の家紋は、公家と同じく平安後期に生まれたと考えられていますが、このような理由から、鎌倉時代以降に爆発的に普及し始めます。鎌倉中期頃には、ほとんどの武士が家紋を持ち、武家社会には家紋文化が定着していたのです。室町時代以降には、家紋を衣服に縫い付ける習慣ができました。東山文化が栄えた頃には、家紋を、必ず衣服につけることが一般化され、紋章をつけた衣服のことを、礼服と呼ぶようになりました。周防や肩衣、羽織袴といった衣服は、その例です。そして、時代は戦国時代に突入します。この時代の戦は、同族同士の争いも多く、敵、味方の区別をよりわかりやすくする必要が出てきました。そのため、家紋の種類は急激に増加します。武士同士による激しい戦が終わった江戸時代、実用的だった家紋の役割に変化が訪れます。家紋は敵、味方の区別の役割を果たすものではなく、一種の権威の象徴、その家の格式を表すものとなったのです。相手の身分や骨格に応じて、自分や家族の身なりを正すことはとても大事なことで、家紋はその手助けをしました。一般庶民にも家紋を所有することを許すことで、家紋を見るだけで、お互いの身分が一目瞭然になったとも言います。これは、ヨーロッパ各国とはとても対照的なことでした。ヨーロッパにおいては、貴族など、ごく限られた者のみ、家で紋章をつけることを許されていました。名字交渉が許されていなかったとはいえ、家紋の使用が自由とされていたのは、世界的に見れば、とても珍しいことだったのです。元禄時代には、
人々の生活が次第に華やかになっていきます。一般庶民の家紋も装飾化されるようになり、武家や庶民が用いる家紋はますます華美優美な形に整っていきました。左右や上下対称になった家紋や丸で囲んだ家紋が増え始めたのはこの時期であると考えられています。明治に入ると身分規制がなくなった庶民は家紋入りの紋服の着用を好むようになり、墓石には家紋を彫るなどして家紋が身近なものとして定着していくようになりました。戦時中には軍国的封建的な考えの象徴として見なされることもあった家紋。この頃から徐々に紋服などの着用も減ってきます。そして戦後になると家紋はほとんど縁遠いものとなってしまいました。しかし現在でもほとんどの家に一つは家紋が伝えられている場合が多く、冠婚葬祭などで着用される礼服には必要不可欠なものになっています。伝統芸能や祭祀、老舗では脈々と家紋は大事に受け継がれて大切にされており、近年ではシャツやズボン、ハンカチなど手軽なものに家紋を縫い付けるサービスが行われたりと、少しずつ家紋への関心が蘇ってきているようです。また家紋は芸術として世界にも関心が広がっています。欧米文化が日本に伝わってきた幕末頃にはすでに欧米にも日本の文化が伝えられていました。ヨーロッパではジャポニズムとして家紋のデザイン性が評価され、アール・ヌーボーの絵画などに使用されていたこともあります。現在まで有名なのはフランスの有名ブランドルイ・ヴィトンのマークです。ヴィトンの丸の中に星がデザインされたマークは薩摩藩島津家の家紋から取ったものだと言われています。こちらが九州薩摩島津家の家紋になります。モノグラムの柄が使われるようになったのは1896年。当時フランスでは日本ブームが起きていました。1867年に開かれたパリ万国博覧会には徳川家とともに薩摩藩が参加していて、このパリ万国博覧会で島津家の家紋の入った品を日本の出展品として出していました。それを見たルイ・ヴィトンの関係者が家紋から触発されモノグラムのデザインを考案したと言われています。それでは次に、海外のネット上で話題になっていたとある家紋のデザインについて取り上げていきます。1863年から21年間日本に滞在していたイギリスの写真家フェリーチェベアと、彼が江戸時代後期から明治時代にかけて撮影した多くの写真の中の一枚に侍の姿をした3人の男性たちの姿が収められています。この写真を見た海外の人が注目したのは侍ではなく、背景に映る北条氏の家紋三つ鱗。この紋章がゲームゼルダの伝説シリーズに登場する秘宝トライフォースに似ていると話題になり、様々な声が上がっていましたので一部紹介いたします。ゼルダの誕生前からトライフォースは存在してたということか。任天堂の創業は1889年。この写真が撮影されたのも同じ時期。トライフォースは本当に侍文化の影響かもしれないな。日本も家紋であることは知ってるけど、全く同じデザインだね。日本の歴史って驚きを与えてくれるものばかりだよね。この家紋が遥か昔からあることを考えれば、今も記憶されているのは幸運なことじゃないかな。人々の記憶から消えてしまった家紋は数えきれないくらいあるんだろうから。日本ではずっと昔から存在してた有名な家紋なんだよね。でも若い世代の人たちの間ではゼルダのマークになってしまった。いずれにしても強力な象徴性を持ってるんだろうね。当時の武将たちの中には現在も存続している家があるし、家紋も同じものを使ってるみたいだ。例えば徳川本家や松平は
皇室から許可をもらって扶桑家を存続させたり記念館を作ったりしていて、影響力はあまり失っていないね。封建制の日本では各武将が争っていた。だからどの一族が戦っているのかを分かりやすくするために、それぞれの家が家紋を持ってたんだよね。日本の貴重な文化の一つである家紋には、移り変わりの激しい、とても長い歴史が刻まれています。現在では、その象徴的な文様は、家柄を示すだけではなく、芸術的な意味として海外にも注目されています。家紋が継がれている家では、その由来などを調べてみるのも、面白いかもしれませんね。いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。